コラシェプスの印象についてちょっとお話します。僕が乗ってるのはダート156っていう板なんですけれども、これはテールのカットがですね、こんなデザインになってる。カービングボードです。スノーボードっていうのは元々の起源が、パウダーを滑るっていうことで、スノーボードは開発されてます。雪の上でもサーフィングができるっていうのはそんな感じですよね。バックアンプリの板バックアンプリですね。それが進化して、バックアンプリができるのかグラフィックが進化したってことなんですけど、テールの浮力が単純にカットされてる、なのでテールが沈んで、パウダーでも滑りやすいと、そういうことです。で、実際に滑ってそこまで浮力が、差があるかっていうとあります。これは、ツインチップとかですとテール側の反発が強く感じますよね。雪面からの反発が、そこら辺は、解消できてるかなという感じがします。ツインチップの板でバックアントリーに入ると後ろ足1本滑ってるような形になります。すごく疲れます。ですので、そういう意味ではスワローテールツバメの方ですよね。スワローテールの方がいいと思います。ただスワローテールのデメリットもありまして、やっぱり細いね、強度がないのでグラブにテールプレスとかすると折れることがあります。気をつけてください。でノーズは長いんでノーズやってください。ノーズで、プレステールの反発が得にくいです。降臨しても高くは飛べません。難しいです。ただ失敗するリスクも減るんで、それはそれでいいかなと思います。特に中高年のスノーボードは自分で作ってやろうと思うと難しい。最後までご覧いただきましてありがとうございました。気に入っていただければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。